バレーボーボル女子 V リーグの PFU ブルーキャッツが今シーズンの開幕を前に河北市の神社で必勝祈願を行いました昨シーズンは過去最高の8位だった PFU ブルーキャッツ今月末にリーグ戦が開幕するのを前にきょうは坂本雅也監督や選手スタッフが河北市の鴨茂神社で必勝祈願を行いました PFU ブルーキャッツは

PFU ブルーキャッツの開幕戦は今月29日、輪島市で開かれ、東レアローズと対戦します。